さあ続いてフィーフィーさん、テーマの発表お願いします。はい、難しい。トルコのクーデターの背景。はい、トルコで日本時間の16日未明、軍の一部が軍参謀司令本部を占拠するなどの事態が発生。反乱勢力は一時正規軍の部隊と戦闘状態になったものの鎮圧され、クーデターは未遂に終わりました。さあフィーフィーさん、私は結構日本で報道されてたり解説に対してちょっと違うなという意見なんですよ。今回3度目のクーデター、歴史上トルコの歴史上では3度目の軍事クーデターになりましたけど、今回の報道のされ方、エルドアンさん大統領のそのイスラム主義を強めているから、それに対する反発は国内で起きていてって言って、このすぐこの宗教の方に持ってこられるとすごく面倒くさいし、なんていうのかな、イスラムに対してのイメージすごく悪くなるけど、そういうわけではなくて、どちらかというと確かにエルドアンさんに対してもみんながこう支持はしていないけれども、それが宗教によってうんぬんって言ってしまえば、さっき言ってたその何でしたっけ、もう一人の人、今アメリカ、そう、ギュランさん、あの人も結局イスラム、ギュレンもうイスラムなわけだけれども、要するにそのそっちの後ろ盾アメリカがいるっていう状況と、別にその国内のその大統領っていうような対立というふうに見てる方が、多分分かりやすくなります。どちらかというと、その権力闘争の一つって見る方が分かりやすくなると思います。で、結局これ未遂に終わって、トルコの民主はほらエルドアンを失脚させたいっていうふうには望んでないじゃないっていうふうに、失敗で終わったことでなんかこの証明されちゃったように見せちゃったから、実際これはエルドアンが自作自演したんじゃないかなんかも言われてますけど、その反対に、その一方で米軍の電気をね今止めてみたりっていうこともやっていて、やっぱりまだこのアメリカがどこかで関与していたんじゃないかっていうのの払拭、疑念がね、そう、疑念が残ってるんですよ。まあこれはなんでこういうことが起きちゃうのかな、こういうアメリカっていうのがすぐ出てくるのかなっていうのは、まあアメリカがクーデターに関わってることって、まあ国際政治を勉強すればすごく多くて、チリだとか対ウクライナ最近ですけど、ホンジュラスとかエクアドルとか、中東もそうだけど、この南米というか、まあ、中米もそうですけど、そういう国々って割とこうアメリカに軍隊が支持を受けて、アメリカによって支持をし、援助されながら、そしてアメリカ親米政権みたいなもので独裁だったりして、それがなんかこう支配しているっていう国々が多かった中で、ある種、まあ、民主化、ね、自由主義勢力を広げるために、まあ、絶え間なくそういった独裁的政権に対して、そこで初めて例えばちゃんとした大統領選が行われた時に、新しい政権ができた時、割とそのアメリカから脱却していくんですよ。そういった時に初めてその今まで逆に民営化してたものを国営化してしまったりして、外国にその利益が渡らないようにってなった時に、これはアメリカまずいって思ったりして、そこにクーデターが起きる、その政権をすぐに新しくできた政権を壊すっていう、そういったものは結構何回も起きてるケースなんですね。エジプトも、まあね、エジプトもこれ実は言ってるんですよね。エジプトはね、2013年にエジプトで起きて軍事クーデター、この背景とこのトルコもちょっと似てる。ただエジプトの場合もすぐできてしまった政権が倒れた。エルドアンは多分2003年ぐらいから就任してますから、そんな長い期間なの で、 その、エジプトの軍事クーデターの時とはちょっと違うんですけど、歴代唯一選挙で選ばれた、国民投票によって選ばれたモルシで、この人はムスリム同胞団ですよね、でムスリム同胞団とかイスラムって関わってるとすぐなんかこう日本では宗教対立とか、あとイスラムに対するイメージかなりメディアによって汚されてますから、過激な原理主義者たちイスラムになるとみんなが怖がるんだっていうふうに思いがちですが、このムスリム同胞団っていうのは別にテロ組織ではなく、一番、エジプトでも古い政治の党なんですよね。それでエルドアン政権と同じように、まあ、批判をすごい受けるために、要するにすぐこの政権、新政権ができてからまだ残っている国営だったりする、ムバラク大統領時代の
企業いっぱいあるじゃないですか、うんうんうん、そういった企業があえてわざと電気代をめちゃくちゃ上げたりとか水道代上げたりしたんです。そうするとそうすると国民っていうのはモルシーになってからなんかその生活が苦しくなった、うん、経済状況悪くなったってなって反発が出てくる、暴動が起きますよね、うん、そこになんか軍が制圧するように見せかけてその隙でクーデターを起こしたっていうようなことが起きたわけですよ。でこういったねエルドアン政権と同じでなんかこうなんかイスラムがすごい強くなったよね、イスラム色が強くなったよねっていうような批判を受けますけれども、まあでもそれも多分そのムスリムとかイスラムっていう国がこういう中東だったりっていう国で安定した影響なんていうの大きい成長していってしまうっていうのはすごく影響するので他の国々に、これは正直言って西側には都合が悪い。例えばトルコなんかは EU に加盟しようとしてますけど、このエルドアンのまんまの政権で多分こう EU に加盟をするっていうのは困る。ヨーロッパにとっては抵抗する反発する国々はあると思う。でこういう話すると多分結構それは陰謀論じゃないかみたいなことを言いますけど、まあ、ちょっと一つに、なんか不審な動きアメリカは寝耳に水だなんて言ってますけど、フランスは13日になぜか突如大使館をトルコの大使館と領事館を閉鎖しましたよね。あんまり大きなニュースになってないですけど、うん、なんかいろんな動きがあったし、あとねこれ1点だけちょっと言っておきたいんだけど、実はエルドアンも別にずっとアメリカと仲が悪かった敵対するわけではなく、そうですね、そうなんですよ、シリア侵略の時つい最近までですよ助けてたんです。助けてたけれどもクルド人の方の、うん、国境にいる、はい、そばにいるクルド人を支援をしだしたことでかなりクルド勢力がやっぱり力を持ってきて、うん、これが嫌だなって思ったところから仲が悪くなったんですね。でトルコ政府に対してねクルド勢力の皆さんがそうそう、まあ、アメリカとテロも仕掛けたりとかしてきたじゃないかと。でアメリカ離れがトルコのアメリカ離れが始まって、そしてロシアに対して前ロシア の空軍はい、飛行機撃ちましたよね。撃墜しましたよね。これに対してトルコが誤ったロシアに誤った矢先にこれですからね、うん、だから確かにこれをこういう説明するとそれはフィーフィーちょっと考えすぎじゃないなんて言われるけれども、どうしても西側正義っていうような見方をされてしまうからこういう話はすぐ陰謀論だと言われますけど、まあでも不思議ではない話だろうなっていうところで、うんうん、まあ、その仕掛けについて皆さん思いを馳せてほしい、まあ、ということですね。トルコ単独ではなくて、はい、いろいろな多分、うんうん、アメリカももしかしたらいろんな思惑があり、うん、ロシアもありっていう中で起きてるのかもしれないっていうふうに見た方が実は宗教対立とかそういうのではないっていうことは分かりやすいのかもしれない。説明ありがとうございます。